は、実はアマゾン。アマゾンって、履歴から、なんて言うんでしょう、あなたへのおすすめみたいなものが、提示されたりするじゃないですか。それで、マイブロークンマリコがおすすめで、なんか出てきて、で、ちょっとそれをクリックしてみたら、とても面白そうな話だったので、発売されてすぐ、もうその日に買って、読んで、プロデューサーに電話したっていう感じでした。これやり。やっぱり、シーノのキャラクターと、あとは、重いテーマを軽やかにやってのけているこの作品の力と、ですかね。あとは、この作品がもう読んだだけで、なんというか、まあ、誰のどの作品もそうだとは思うんですけど、デビュー作でこれっていうのは、どれほど魂を削ってこれを書いてるんだろうっていうのがすごく伝わってきて、これをちょっとやらせていただけたらなと思ったというのがあります。はい。好みのタイプでした。力強い絵も、すごく好きで、はい。難しいだろうなとは思いましたけど、でもなんか難しさとかよりも、これを映画化したいっていう気持ちの方がもうはるかに勝ったので、原作ものを何本かやってる分、原作ものの大変さももう身に染みて分かってるので、やらずに済むならやらなくてもいいと思ってるんですけど、オリジナルやれるんだったらその方が楽なところももちろんあるんですが、大変なところと楽なところとオリジナルにもあるんですけど、原作ものはまあどちらかというと大変だなと思うことの方が多いので、でもなんかその苦労を買ってでもやりたいなと思える作品だったっていうのが大きかったと思います。そこまではトントン拍子でした。もう、言った翌日にはもう企画書を書き始めてくれて、もう2日後ぐらい、2日後にはもう出版社の方に連絡をしたので、だから1日で企画書書いてくれて、私もそれに添える文章を書いてとかっていうのをもう超特急でやって、だから多分我々が一番最初だったみたいです。そうですね。はい。原作自体が非常に映画的だなと思っていたので、原作から変なエピソードを足したり、もうまして恋愛エピソードなんか入れたくないと思ってたので、で、原作者の方から唯一、平子さんが唯一言われたのが、牧雄っていう久保田君演じたキャラクターがいるんですけど、牧雄との恋愛にはしないでほしいなみたいなことは言っていて、もう1ミリもそんな気持ちがなかったので、とにかく原作から受けたものをちゃんと映画で咀嚼してお客さんに渡すっていうところを一番心がけていました。で、脚本、ただ原作をその通りにやると尺が多分60分ぐらいになっちゃうので、どうしても足していかなきゃいけない部分が出てくるなというのもあって、それでそういうのもあって、向井康介さんの力を借りて、で、やっぱ向井さんも、やっぱ原作がいいので、あまり余計なことをしたくないという思ってくれる人だったので、そこで、とはいえ足さなきゃいけない部分は原作の邪魔にならないようなことは何かっていうところで、ちょっとずつ足していったり、まあ、あとは、エピソードを足しつつ映画として成立するように本を作っていった感じはあったと思います。最初のプロットあらすじを向井さんに書いてもらって、そのあらすじをもとに私が第1稿を書いて、その後また向井さんに直してもらってみたいな感じでやっていきました。なので、私がやりたいなと思ったエピソードも入っているし、向井さんがこれ入れた方がいいんじゃないかと思うエピソードも散りばめられているというような感じです。キャスティングに関しては大体いつもですけど、自分の独断っていうよりは、ちゃんとプロデューサーと相談しながら決めていくタイプなので、そのキャスティング案で出たと、なお名前が上がった時に、年齢は、めいちゃんの場合はちょっと実年齢が設定年齢より若かったんですけど、でもなんかそれが気にならないぐらいお芝居が
うまい人だと元から思っていたので、永野芽郁ちゃんだったらやれるかもしれないという気がもう初めからしていたので、それはもう本当に何だろう、こちらの思っていた以上のものをめいちゃんがやってくれた感じがありました。でまずめいちゃんが決まって、じゃあそのマリコという人も非常に重要なので誰かなとなった時に、あの奈緒さんの名前が上がって、で奈緒さんの出ている作品もいくつか見ていって、で本当に作品によって本当にコロコロ変わる人だったので、これはちょっと面白くなるんじゃないかなと思って、あのすごくいいキャスティングになったなと思います。あの共演してたのは知ってますけど、あのね、よく俳優さんって言ってあれですけど、なあの誰でもあると思いますけど、仲良さげな雰囲気を出しといてそうでもないみたいな人たちっているじゃないですか。でもあの二人はあの本当に本当に仲がいいので、なんかなんだろう、本当にお互いのその仕事に対する向き合い方みたいなこともきっとこう尊敬しているんだろうし、人間的にお互いが好きなんだろうなっていうのが、なんかこう2人の雰囲気を見てて感じ取れるぐらいなので、なんかすごくいいなと思いました。いやもうなんかなんでしょうね、私から見ると本当にこう非常に頼りになるプロフェッショナルな人っていう印象だったので、実は終わった後に知ったんですけど、この役を受けるかどうかすごく悩んでたって聞いてそういう姿を本当に私にも微塵も見せずに、なんか私となんか院前に話したことは髪型どうしようねとか、そういう現実的な話だったり、そういったことだったので、うん、なのでなんかこう本人的にもすごくこう実は怖かったんだっていうのは後から知ったっていうぐらい、本当にすごく現場でももうクランクイン前からとってもなんだろう、本当にプロフェッショナルな頼りになる人でした。だからなんかあんまりこと細かく、うん、なんかいろいろこうああでこうでみたいな内面のことを話すっていうよりは、私はいつもなんかなんだろう、自分が監督がそういうことを事前に言っちゃうとそっちに引っ張られる気がするんですよ、俳優さんが。でそれってお芝居って正解のないものを探っていく作業だと思うので、私はなんかその自分の理想みたいなものは持ってなきゃいけないと思うんですけど、自分が絶対正しいとは思わないようにしようと思っていて、もしかしたらその別の人の解釈の方が作品が豊かになるかもしれないっていう思いもあるので、あんまりその役の解釈についてはそんななんか毎回言わないというか、なんで言わないかっていうと脚本に全部入ってるから言う必要がないと思っていて、でなのでそちらに関してはもう脚本読んだ上でやるというふうに思ってくれている以上をこちらから何か言うことはないっていう感じです。んでもなんかあんまりやり直ししてないんですよね。あ、そうなんだ。結構一発 OK だと、まずやってみてもらって、それがいいかどうかって、なんか本人はここあそこまでの大声を今まで出したことが、まあ、もちろんプライベートでもないので、そう大きな声が出るのかっていうのをちょっと心配してましたけど、やってみたらやっぱりね、あの女優さんだし、その俳優さんって出るんですよね。やっぱすごい俳優さんっていうのはできちゃうんですよね。なのでなんかそこをなんか細かくもうちょっとああでこうでとかっていうよりは、本当にそういう側、外側のことじゃなく、なんかどうしたら彼女の気持ちがその声が出るように持っていけるだろうかっていう現場の空気の方を大事にしていったような感じだったと思います。で、それはじゃあこっちは何ができるかって言ったら、こっちもじゃあプロとしてそういうふうな気持ちになれるように、準備もたもたやってるわけにもいかないし、各スタッフもプロフェッショナルな仕事をしてくれたっていうことだと思います。俳優部がそういうふうな気持ちになれるようにスタッフもプロフェッショナルな仕事をしたっていうことかなと思います。いや、なるべく原作に近づけました、そこは。はい、
まあ、とはいえその映画としてどういうふうに本当に2階とか3階から飛び降りてもらうわけにいかないですから、怪我をしない万全の体制をとって、どういうアングルでどういうふうに撮ったら、本当に飛んで落ちてゴロゴロ転がって川に入ってっていうふうに見えるかっていうのを、現場とあと編集で、みんなで試行錯誤しながらやってた感じでした。もう完全に好みです。まあ、もちろん好みなんですけど、好みが作品に合わなかったら絶対やらないですが、今回はまず好みでもあるけど、まあ、やっぱり作品に、この「マイブロックマリコ」という作品に何が合うだろうと思った時に、たまたま私の好みのものはすごく合うんじゃないかっていうところがあったっていうのはあります。もう自分の好みが合わなければ絶対主張はしないですけど、なので、なんか、なんでしょうね、まあ、これはいつもなんかいつかやりたいなと思ってたんですけど、とにかく劇伴は少ない楽器でやりたいとは思ってるんですよ、常々。まあ、もしオーケストラ的なものを使わなきゃいけないような作品だったら使うでしょうけど、でもなんか極力シンプルに引き算をとにかく、まあ、お芝居に関してもそうですけど、なるべく引き算をして残ったもので勝負したいっていうのがあって、それで、今回音楽も2種類の楽器だけで、ギターとグロッケンっていう2つだけで2人の気持ちを表現するっていうところにチャレンジしてもらって、で、エンディングはもう本当にどうしようかなと思ってたんですけど、ヒーズがちょっとふって浮かんだ時にもうそれ以外が考えられなくなっちゃったので、なんか逆に断られたらちょっとどうしようっていう感じだったんですけど、本当に快く使わせていただけたので本当に良かったです。本当になんかこう生きてて嫌になることって絶対あると思うんですけど、なんだろう、でもそれでも生きてなきゃいけない じゃないですか。なんかそんな時に、なんだろう、こう自分一人じゃないよっていう感じに伝わるといいなと思ってます。なんか、あなただけが辛いんじゃないから頑張りなさいっていう意味では全然なくて、こう、少しでも、なんか、なんだろう、心が軽くなるといいなと思って、思いを込めて作った、みんなで思いを込めて作った映画なので、ぜひ、劇場で見ていただけると嬉しいです。はい、もうでも見てほしいのはね、演者もそうですし、本当にスタッフも本当に頑張ってくれたので、もう五感を研ぎ澄まして見てほしい気持ちはあります。音楽の音の音楽だけじゃなくて、音のつけ方、強弱に関しても結構マニアックにこだわって作ったので、多分1回じゃ足りないと思うんで、ぜひ 何度も見てもらえると嬉しいなと思います。わかりました。